あのですね、大変申し訳ないんですけど、一個も振り付けを事前に決めてないんですよ。ソロのお披露目の時に、わあ、ダンスも頑張ったんだろうなみたいなコメントがね、ついてるのを見て、すいません、何にも決めてなくて本当に申し訳ないと思って。グループのね、2曲あったじゃないですか、歌番組の最後に。で、その2曲は、特にキューティーパンサーはめっちゃ頑張って練習したんだけど、どうしてもね、私ダンスが人生で経験が1回しかなくて、なおかつその1回ももうなんか本当にもう全然ダメだったの。そう、人生でね、今回2回目のダンスだったんですけど、まず1回目のダンスが中学生の時だったんですよ。中学生の時に体育祭で女子と男子で分かれて、女子はダンスだったの。私本当に踊ったことなくて、でさ、それもさ、結構長い間踊るし、振り付けもいっぱいあって、でもなんかまず覚えるのも大変だしみたいな感じだったの。まあ毎回さ、準備の時間がさ、何時間目とかにさ割り振られてさ、やるわけじゃないですか。で、頑張ってやってたんですけど、本当にできなくてもう本当にできなくて、で、授業時間精一杯頑張ってね、黙々とやってたわけですよ。でもなんか私だけ一生ずれてるし、なんかみんなと同じ動きができなくて本当に下手くそだったの。なんか1週間前ぐらいに、なんかできてない人は放課後も残ってやってくださいみたいななって、で、それでね、毎日放課後残ってやったんだけど、結局できなかったんだよね、完璧には。でね、ダンスっていうものに対して辛く厳しい思い出しか今までなかったの。辛く厳しかった思い出しかなかったんだけど、そう、今回ね、そのキューティーパンサーはちゃんと踊りたいって2人が言ってて、なずちゃんとひーちゃんが。で、私はね、正直ダンスかって思ったの。そんな思い出しか抱えてない人生だったから、うわ、ダンスかと思って、もう苦手分野の一つと言っても過言じゃないレベルだったから。で、そのダンサーさんがね、振りをしてくれたやつをその最初にもらって、みんなでそれをやるみたいな感じだったんだけど、まあむずくて私が体育祭でやったやつよりも何倍もむずいと思ってで、わあ本当に無理だってなって、そう、ダンス練習をね、しに行ったんですよ。お家から出てはるばる遠くまで、そう、なずちゃんとひーちゃんに頑張って教えてもらって、私も頑張って、でもどうしても難しいところはできなくて、なんか激しい動きとか、なんて言うんだろう、そのテキパキ動くっていうのができないのよね多分私の 3D 配信を見てくれた人なら分かると思うんだけど、なんか私さ、動きがさ、全体的になんかのっぺりしてるというか、なんか機敏に動けないのどうしてもテンポが速くてスタスタ動かないといけないところとかは、その1234、1234みたいな感じで繰り返しの動きがあるとしたら、2と4を省いて1と3だけやろうと思って、1234、1234ってやると、全部ずれていっちゃうの、私遅いからなんかみんなが3やってる時に1が始まるみたいな感じでずれていっちゃうのね、どんどん。だから2と4を省いて1と3をやれば、つながりはするじゃん、一応繰り返しの動きとかさそう、だからそんな感じで、もうどうしても難しいよっていうところは、ちょっとね、そんな感じで簡単にさせてもらってやりました。で、ソロパートはそのカメラさんがさ、近づいてきてくれてみたいな感じだったから、じゃあソロパートは別に振り付けなくてアドリブでやろうと思って、
ちょっと私には全部覚えるっていうのもハードルが高かったのでそうだから私はソロパートは全てアドリブです。まあ、結論をお話しすると小柄のダンスはみんなで合わせてるところ以外はほぼアドリブっていう話ショットガンぶっ放してなかった、気づいた、気づいたかそう、あの曲はね、ショットガンぶっ放したいなと思ってそこだけね、合うように自分の中で、あ、次そろそろ来るなみたいなのを考えながら歌ってました。そう、リハもね含めてねめっちゃ楽しかった。そう、ダンスもね、今までさ嫌な思い出しかなかったんだけど、今回めちゃくちゃダンス楽しかったんだよ。3人でねいっぱい練習もしてね、練習私嫌じゃなかったんだよね。私嫌だと思ってたんだよ自分が。やったら楽しくて、そう、私楽しかったんだよね練習するの。でもやっぱりさ、ちょっと完璧をするのはさ無理だったし、無理なんだけど多分今後もそうだからね、ダンスにねいい思い出がねできて嬉しかった。私そんなね、学校でいっぱい人と話すタイプじゃなかったから、なんかねこんなに今そう V スポメンバーみたいに仲いいって思える子がさやっぱいなかったからとか、そういうのもね絶対あると思うんだけど、メンバーだから楽しかったんだろうなって思うね。いやー楽しかったな。誰とするかっていうのもねすごく大事なんだなと思いましたね。踊りと歌どっちが大変でした？うわー、どっちも大変だったな。グループの曲に関しては本当にどっちも大変だった。じゃあ私ソロは踊りやってないからあれね、先言っとくわ。ソロ3曲の4曲か、ソロ4曲の踊りはあれ踊りって言ってもダメだし、ダンスって言ってもダメです。あれね、ただ動いてるだけです。あれただ動いてるだけなんですよ。あれはねダンスじゃない、あれ、ね、ダンスじゃないんです。あれね、ただ動いてるだけ。あれをダンスって言ったら世のダンサーさんがふざけるんじゃねえってなっちゃうから、あんなのダンスって呼んじゃいけません。ダメです。でもね、なんかめちゃくちゃ良かったよね。アーカイブでさ、私も見たんだけど、めちゃくちゃ良かったよね、3人の曲みんなが良かったって言ってくれて嬉しい。嬉しい、私は頑張って良かったって思う。みんなありがとうね。